今回ソロ写真集をやらせてもらって、とにかくもう自分らしさが出ればいいかなって思います。じゃあ頑張ります。今回ソロ写真集でアメリカン風な感じの家で撮っているんですけど、その私が一番可愛いなって思ったのがこれです。この椅子です。まあ全部可愛いんですけど、私が一番気に入っています。これがいいのですごく暑いです。多分、はい。ちょっと疲れちゃいました、1日目で。このまま放っといたら私本当に寝ちゃいます。今日は洋館に来ていて、お嬢様っぽい洋服を着たり、人形みたいな可愛らしい洋服を着させてもらったり、今日で、午後には学校で学校に行って制服で撮ったり、今日は元気に頑張ります。
意っていうか好きですよ。山の風景とか人間とか魔女とか好きなんで魔女とか描きます。はい、今日は最終日です。すごい天気が良くて喜ぶもですかね。今日はとってもいい天気で暑いです。とにかくプールすごい綺麗なんです。入ろうと思ったら向こうがすごい深くて入れないし足がつかないんです。入ったら多分溺れちゃうしちょっと大変なことになっちゃうから、はい、落ちないように気をつけてます。泳ぎですか。泳ぎは13メートルしか泳げないです。入っちゃったんですよ。キャンティ、うん、かわいい。超ふわふわ、ね、そう超ふわふわだね。
はい、写真集無事終わりました。今回、ソロでやらせてもらって、自分らしくすごい出てると思うので、ぜひ見てみてください。っていうか見ましたよね。はい、バイバイ。